おお、見える見える、俺たちの明るい未来が間近に広がっとるぞ。さあ、お前らを見ろ。すごいぞ。ウィン、やかましいな。生卵ジャパン。言いづら。生卵を全力でぶつけていい？なんでだよ。特殊な趣味か。ということで今回は、うん、やめろやめろやめろ。まあ、真空装置なんですけど、うん、今回はこの卵を入れたらどうなるのかっていう実験をしようかなと、はい、もうこれスクイーズじゃないからね。スクイーズじゃない、本物の卵を入れたらどうなるか。そっか、前回ペッタペッタ生卵っていうスクイーズだったのか。そう、スクイーズだった。真空だと沸騰するのよ、沸点が下がって沸騰するから、うん、もしかしたら何か起きるんじゃないかなっていう。じゃあ早速やってみる。まず丸飲みしてもらって。大蛇か俺は。おー、よいしょ。じゃあまずこのまま入れます、うん、空のまま。1月10日に生まれました、新鮮だぞ。悲しいな。それでは真空の世界へようこそ。いきます。さあ来た。おお、取れた。さあメーターがどんどん真空になっています。さあ、あー変化はないね。まあ、膨らんだりもしないわ。あー、ないか。あー、変わってないか。じゃあちょっと割った状態で入れてみる、うん、そうだね。うん、ドロリン。さあちょっとコップに入れて。いきましょう。悲しいわ。ワリアー。あ、確かにちょっと気泡が出てきてるね。あ、ちょっと泡が。さあ、上の方に泡が溜まってきてる。結構泡きてんだよね、なんか。なんか、あ、なんか沸騰してるみたいなの、蒸発して。すげえ泡が上がってきてる。泡出てきた。もうほんとビールみたいになってるけど。メリーズが、わわ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 、これメレンゲっぽいね、なんか。ほんとだ。うわー、これ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 、なにこの泡。やばいやばいやば。うわー、垂れた垂れた、ついに垂れた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 。黄身の部分は変わんないね。めっちゃボケてもらってんじゃん。うわうわうわ、ブリになった今。じゃあ抜いてみる。お、一気に弾けた。一気に一気に弾けた。止めたら一気に戻った。普通に戻った。普通に戻った。飲まないの。一気飲みしないの。これね、俺苦手なんだよな。じゃあ最後これちょっと料理するか。そうだね、使ったやつは全部料理しましょう、うん、ということで今回はちょっと僕の手作りのうまい目玉焼き、いやスクランブルエッグか、今回ちょっとデスソース入れます。なんでだよ。で、うわ、卵にデスソースって合うのかな。これで合うと思うんだよね、俺。もう本当はちょっと。さあ、それでこれをね、よーくかき混ぜますね。じゃあちょっとここに醤油を混ぜます。醤油混ぜたらブレるでしょ、デスソースが。いや、いいんだよ、いいんだよ。おー、いいね。やっぱ真空の卵は違うわ。一緒だよ。しっとりしてるわ。多分一緒だよ。おお、いいね、いいね。はい、完成です。はーい、完成。これ絶対うまいと思う。いただきます。普通にうまい。あ、後からデスソースがほんとに来て。あー、やめて。いかがでしたでしょうか、今回の真空の実験。これを見た君の心も卵みたいに泡立たせちゃうぞ。どういう意味だよ。